J リーグデビューになりました。まずは感想をお願いします。楽しかったです。楽しかったけど、ちょっと悔しかったですね。声がかかった時の気持ちってどうでした？でも準備はしてたんで、まあ頑張ろうと思って。ボールタッチする場面もありました。自分のなんか持ってるものって出せました？まあ永井さんから持ったら全部仕掛けろって言われてたから、全部仕掛けようと思って。最初ちょっと勢いで取られちゃったこともあったんですけど。まあ、そんなビビってドリブルしないよりかは良かったかなと思います。いいスタート切れましたね。はいまた次の出場に向けて頑張ってください。ありがとうございます。ちょっと痛々しいですがちょっと腫れてます、ね、まずは試合全体振り返ってください。そうですね、まあ、苦しい時間帯もあったんですけど、まあ、前節、すごい、まあ、悔しいというか、ちょっと不完全燃焼な感じで負けてしまったので、まあ、今日は、まあ、その気持ちもぶつけて戦おうという話はしてたので、まあ、勝利できてよかったです。本日、1ゴール1アシストです。はい、まずはアシストの場面、振り返ってください。そうですね、ちょっとショートカウンター気味になって、まあそこの、ディフェンスとの間に入っていくっていうのは練習で。トレーニングしてたとこだったので、まあ、あとは佐藤選手が外走ってるの見えてたので、まあ、そこを、まあ、ヒールドというかうまく使えたなと思います。そして今シーズンようやく、はい、初ゴール出ました、はい、そうですね、まさかフリーキックからヘディングだとは思わなかったんですけど、多分プロになって初めてじゃないですかね、フリーキックからのヘディングシュートって初めてじゃないかなと思うので、まあ、序盤でちょっとここぶつけて腫れたんですけど、まあ、それもヘディングにつながったんじゃないかなと、まあ、ポジティブに捉えてます。福村選手からのボールにすごくいいタイミングでの飛び込みでした。まあ、いいボールを、まあ、日頃の練習から蹴ってますし、まあ、そこは信じて入ったらちょうど来たんで入ってよかったです。流れの中でもすごくこうスペースを取れていて、小池選手のこう良さ存分にこう出てた試合だったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、なんか今までだと結構そのワイドに張ってる時間が長かったんですけど、まあ、今日は後ろが奈良選手だったので、逆に自分が中に入っていって裏を、まあ、間走っていくというか意識は持ってたので、それは結構今日やってても、まあ、いい感触というかだったので、まあ、継続したいなと思います。中3日でまたすぐ来ます。次古巣です。水戸戦です。意気込みお願いします。そうですね、古巣楽しみですし、まあ、今日、福岡とやりましたけど、まあ、昨年も福岡から点取ってますし、水戸からも点取ってるんで、まあ、やっと今日1点目取れたんで、まあ、2点目、3点目と、まあ、ゴールして、まあ、チームの勝利につながるようなプレーをしたいなと思います。まずは目アイシングしてですね、そうですね、直してください。しっかりとしたいと思いますお疲れ様です。まあ3対1で勝利5試合ぶりとなりました。まず全体振り返ってください。そうですね。まあまずね、今日前節ね一生懸命体張ってくれた翔平がね、まあコンディション不良でね少し来れないですけど、まあ前回は鍵谷の分で今回はね、今までずっと貢献してたね翔平の分っていうのがねチームの中でもあったので、まあ特にセンターラインのところはねずっとその3枚でね。連戦も戦ってたので、まあ、まず翔平がね戻ってこれるようにチームとしても勝ってね迎えることで少しでも勢いに乗ってるチームにね戻してあげるってことが大優先だったので、まあ、それができたことが、まあ、何よりも一番大きいかなと思います。ハーフタイムに永井監督からまあプラン通りだというようなお話もありました。その一番うまくいったポイントってどこだと思いますか？まあ前節はボール取った後のつなぎのところがねミスが多かったので、今回はそういうところが少なく、まあ、焦らないでね攻撃することがうちのチームは一番大事だし、まあ、何よりもボールを持たないとうちのチームは機能しないと分かってたので、まあ、そういうところは多分前回ね自分たちはイージーなミスが多すぎたので改善するところでしっかりポジションを取るというところを意識してやってたので。まあ得点がね早い段階で取れたので、追加点も今まで奪えなかった中で取れたというのは大きいかなと思います。その得点シーンですけれども、2点ともベルディがこうトレーニングの中でも常にこう繰り返してきた形がこう出た形だと思うんですけれども。そうですね、常に言われていることを忠実にやるっていうのはね、当たり前のことを当たり前にやるっていうのは非常に簡単ではないっていうのは分かってますけど、それをやれるように常に練習しているので、1点目も2点目も周りの人たちのおかげで自分がね、常にフリーで打てるようなシーンを作ってもらえたので、非常にやりやすいゴールだったかなと思います。次、連戦です。まだ中3日で水戸戦を迎えます。ちょっとその水戸戦に向けて最後、意気込みお願いします。そうですね、怪我人も帰ってくるという、ね、目処がだんだんついてきて、選手たちも競争が始まってきているので、連戦ですけど、ポジションを、ね、簡単に譲らないように全員で鼓舞しながら頑張っていきたいなと思います。